ネタバレ3分でわかるワンピース、忙しいあなたへ送るコミックス第54巻の内容をサクッと把握できる公式の完全ネタバレ動画です。バーソルミュークマの力によってチリジリとなってしまった麦わらの一味、空島に始まり極寒の冬島に未踏のジャングル、果てはオカマの王国といずれもとんでもない場所に飛ばされてしまった仲間たち、そしてルフィは男子禁制の尿ヶ島アマゾンリリーに、兄エースの公開処刑が間近に迫っていることを知ったルフィはハンコックの協力を得てエースのいるインペルダウンに向かう。インペルダウンとは世界中の凶悪犯たちを収監する海底監獄、もちろん警備体制は超厳重、しかし桜花七部会であるハンコックの助けがあれば無事に潜入成功。あとはエースがどこにいるかだけど、いくつもの階層に分かれているこの監獄では罪の重さで収監されるフロアが決まり、下に行くほど凶悪な奴らが閉じ込められている。最初のフロアはレベル1グレン地獄、誰か追われてるみたいだけど、ワワギー思わず一緒に逃げちゃったけど、えい面倒だ、片っ端からかかってきやがれ。次のレベル2は猛獣地獄というだけあってフロア中怪物だらけ、そしてここでもかつての敵と再会を果たします。こいつはそうだ、元バロックワークスのミスター3、昨日の敵は今日の友、力を合わせればこんなでかい敵だって、うわー床がすっぽ抜けた。落ちた先はレベル3、猛烈な暑さと飢えに苦しめられる飢餓地獄。到着早々バギーとミスター3はルフィをおとりにとんずら、するとどこからか歌声が、オカマ最強ってもしややっぱりお前か。その頃ルフィは老番長サルデスから逃げている真っ最中、そこに突如現れたのはゾロ、いやこの蹴りはボンちゃんだ。彼こそ元バロックワークスのエージェントにしてオカマ拳法の使い手ボンクレー、アラバスタでの戦いを経てルフィと固い友情を結んだ熱い男、いやオカマ、2人は力を合わせレベル5を目指します。そのレベル5のさらに下ではハンコックが獄中のエースと面会を果たしていました。ハンコックからルフィが自分を助けに来たと聞き驚くエース、一方ルフィたちはレベル4に降りる手段が見つからず試案中。ん？誰か向かってくるけど何連れてきてんだ。ここは力を合わせ、よしこの調子でレベル4に突入だ。だがその行く手にはインペルダウン所長マズランが待ち構えていた。続く。チャンネル登録よろしく。いいと思った方はいいねボタンを。